ほぼ透明な液体なんで、うん、そうだね、緑色だと、うん、緑色っぽく見えちゃう。そうだね、うん、で入れました。はい、OK と。はい、こちらだな。そうだね、結局食べちゃうんで、うん、そうはね、ああ自分の逃げ場確保しといてね。もう一度取材が200？取材が200です。で硬化剤が80か。80で R の53が 14g ね。はい、あやっぱあれだね、 R の53作ってきてよかったね。そうですね、うん、あ綺麗だよな。これ本当にあれだよな、あのしっかり下地がついてるからさ、はい、うん、もっとコンクリートだけかなと思ってたんだよ、はい、やっぱりさあのグリーンとかさ色が鮮やかなんだったら分かるけど、この白と黒のさ大理石模様はさ、はい、汚れかなんか分かんない、コンクリートか汚れか分かんないもんな。そうですね、うん、オッケー。これだったらノンスリップであれだよな、モルタル施工でメンテ施工十分だよな。うん、この容量だとまだやりやすいだろう。うん、やっぱりさこの側溝のところのモルタルの床がさ、はい、結構削れてたりなんかしたからさ、はい、そっちの方がまだ状態はいいだろう。そうです、こっちの方は全然、うん、見てて感じはそうするもんな。そんなに凹凸の凸凹感がないんで。もう硬化剤入れたんだ。もう硬化剤も入ってます、うん、21。よし、ちょっと多いけど、うん、いいでしょう。いいでしょう。OK と。でこれはこのまま流すと。流します。はい。てかもうどんな量入れても一気に食っちゃうんで。これ乾いてるでしょ、そっちは。全然濡れてね。はい、じゃあ硬化剤200。うん、上にかなり乗せて、うん、乗せて。トップコートはいつでもかけられるからさ、もっと大量にガサッと入れて。で、ほっとけばいいよ、ええ、ほっとけば増熱しちゃうからさ。そうですね、うん。で、ヘラでナスって沈めとこ
ぐらいの方が一番いいぐらいだね、うん、でトップは後でかければ。やっぱここのとこはさ足の踏み場なんだよな、かもしれない、踏ん張り場なんだよ、一番、うん、よし、はい、こんなもんすか、うん、うん、あこれはあれか、お使ったビーカーじゃねえんか、そう、うん、新しいサラノか、うん、42g か、426、7、42、うん、42g っつうとやっぱ相当使うよな、うん、相当使う、紙コップ半分だもんな、紙、そうですよ、 100cc100g の着色剤の半分だもんな、単純に 10g ボトル4本分そのままぶち込んでる感じですかね、まあそうだよな、うん、でも色をつけるのとつけないのは全然違うんだよな、違います、やっぱ見た目が、ええ、うん、働いてる時もやっぱ気分が違うからね、そうですね、うん、僕らは工事関係の、仕事やってなかったからさあんまりさ、はい、知らないけど聞いた話は施工、はい、石膏関係のやつ聞いた話はさっき言った通りで床真っ赤にするんだっていう、とやっぱり砂巻くだけでそんなにあれだもんな、樹脂が出てくるんだもんな、まだだいぶ余ってるか、うん、じゃあ最初にやったニートのところの流すっつどこまでいかねんかな、うん、結構その戸間口が目立つとこなんだよな、うん、入り口になるからな、
ケーサーはカラーケーサーは足りそうだな。うん、検査はカラー検査は足りそうだな。うん、そこかコーナーだしな、角だしな。ケーサーもう何も入れないでそんだけパテ状になるか。ケーサーいくらか入れて当然剤も。ケーサー少し。やっぱモルタルで増粘剤入れてつうところだと作業しやすいよな、んだけな。その代わりプライマー代わりにあのベースレジンだけよく塗っとかないと、あのやっぱ剥がれの元になるよな。いいね。一番そこがデコボコしてんだもんな、ほんとな。やっぱり増粘剤の威力だな。そこのところを面としていてやれば喜ぶな。やっぱあれか、増粘剤と検査と両方やってそんだけ流動性のあるペーストにするとノリもいいし接着もするし肉持ちもいいっつパターンか。やっぱこういう技術習得してないとこういうデコボコの面のあれだよな、メンテナンスはやっぱちょっとできないよな。そうですね。いいね。なんで暗くなった？バッチリ足りそうな感じだな。
そんなに余んないし足りるし。そこんとこひでええぐれ方だもんな。